坂口泉と申します。所属は今、今回初めて高等法ジャパンに参加をさせていただきました。皆さんがものすごくスマートな方々で、すごくエキサイティングで、すごく楽しいカンファレンスだなと思って参加させていただいてます。ありがとうございます。私は18年間アメリカに住んでいて、ニュージャージーから OCLC というアメリカの会社で、在宅勤務で13年 OCLC に今年の7月まで勤めていました。で、夫が名古屋で名古屋に転職をしたために、泣く泣く、もうすっごい楽しい職場だったんですけど、泣く泣く辞めて、今帰ってきて、今どうしようかなっていう状況になります。で、あとは諸事情によりアメリカ国籍を今年取得しまして、日本国籍を廃棄しようという、そう、日本はデュアルシティズンシップっていうのを認めない国なので、どっちかしか選べなくて、アメリカ人になっちゃいました。で、今は実は観光ビザで滞在をしていて、ビザを日本に滞在するビザを申請中の身です。ここでこういうところに行っちゃっていいのかわかんないんですけど、通るといいんですが、OCLC ではノリッジベースというあんまり高くて売れないワールドシェアというライブラリーの総合システムに、でその部分のコレクションマネージャーというファンクションがあるんですけど、その部分のデータをインジェストする仕事をずっとしていました。あと、カスタマーサポートの仕事も半分ぐらい仕事をしていたんですが、私のカスタマーというのはライブラリーのユーザーではなくて、ライブラリアンの方とのプログラムレポートをリゾルブするというのがその仕事、メインの仕事をしていました。で、今回ちょっと OCLC で受けたいわゆる人事のトレーニングですね、コードとかそういうの関係なくて、面白かったトレーニングがあったので、これはご紹介したいなと思って、私にとってはすごい良かったので、バークマンメソッドっていうですね、要はなんか心理テストと か性格診断みたいなものを受けて、なんていうか会社のチームメンバーみんな一緒に受けて、で自分がどういうタイプの人間かっていうのを、相手方に示すってお互いに理解するっていうものなんですね。でそうするとその人とどうやってうまくその人のコミュニケーションスタイルがどういうものかっていうのを理解して、お互いに仕事の効率を上げるみたいなものなんですけども、で私は、データ分析とかそういうのには割と向いている、レッドで、あとブルーブルーってきてますけれども、これは例えばライトニングトーク、こうやって人前で喋るのは絶対苦手な色なんですね。私はやっちゃいけない仕事です、これ。で、あとは割とフラストレーションをすぐ溜めやすいとか、なんかそういうのが出てます、すごく。で、それをお互いに知って、そうすると、なんていうか、急にツイッターとかに急に言われると、私そこでもういきなりこう分かんなくなっちゃうタイプなのか、それともどんどんそれを言ってほしいタイプなのか、あるいはミーティングをセッティングしてからちゃんとお話をするタイプなのかっていうのをお互いに理解するっていう、非常に面白い、なんかやってても、すごく楽しい人事トレーニングでした。で、あとそういうワークデーっていうのは、これはよく皆さん使われてアプリケーションかもしれないんですけど、人事系のお給料とか休日とか、住所変更とかそういうのがやるアプリケーション。で、ジアはこれは、チケッティングシステムですね。お客様からいろいろなんかレポートを受けたらジラを立ち上げて、リゾルブしていく、もしくはこれはアジャイルにも使われているので、ディベロッパーの人と一緒にこうなんか2週間おきにリビューする。で、カンフレンスっていうのは、ドキュメントシェアリングかな、ジラともすごくよくつながっていて、こうやって解決したんじゃないのか、この辺はもうどうでもいいんですけど、いわゆる今アメリカで、コーポレートのアプリケーションとしてすごいスタンダードなものを OCLC を取り入れているので、割とこの辺は私はユーザーとしてはアップトゥーデートされています。でこれらのことで私が一番強調したいのは、こういうのはこれです
目指すところはこれです、はい、以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ次に丸山貴弘さんお願いします。